テオドール・ルーソーはブルモンの歌詞、フォンテーヌ・ブローの森1852オルセイ美術館。テオドール・ルソーは19世紀期のフランスの画家。パリの南港、フォンテーヌ・ブローの森の外れのバルビゾン村に住み着いた画家の一派をバルビゾン派という。テオドール・ルソーはドーハの代表的な画家である。西洋絵画の歴史においては、歴史画が常に上位に置かれ。 肖像画、風俗画などがこれに次風景画は一段落ちるジャンルとみなされていた。フランスにおいて本格的な風景画が描かれ、歴史上の物語の背景などではない、フランスの現実の風景そのものが芸術的表現の主題となるには、19世紀前半のバルビゾン派の登場を待たねばならなかった。パリの南方約60キロのフォンテーヌブローの森の 東北端にあるバルビゾンの村では、コローを、はじめ多くの画家が滞在し制作していた。1830年代以降、この村に、長期滞在し、もっぱら風景を描き続けた画家の一群も指して、バルビゾン派といい、テオドール・ルソーのほか、ディアズ、トロアイオン、ドービニーなどが、代表的な画家である。万象で有名なミレイもこの派に含めて良いであろう。ルソーは1812年、 パリに裕福な仕立て屋の子として生まれる。15歳の時には早くもフォンテーヌブローの森を訪ねており、早くから自然への関心を持っていたようだ。1831年、19歳の時、オーベルニ風景がサロンに初入選。1834年には、サロン入選作、コンピエーニュの森の開墾地がオルレアン港の買い上げとなる。ところが、 このことが死急的な古典派の画家たちの激しい嫉妬を招くこととなり、ルソーの作品には抽象が浴びせられ、1849年、改革後のサロンにて復活するまで十数年もの間、彼の作品がサロンに入選することはできなかった。ルソーがバルビゾンに初めて長期滞在したのは1836年のことで、以後、仲間の画家たちと共にしばしば滞在。 1847年にはバルビゾンに移住している。サロンへの入選を拒まれた十数年の不遇時代にも、彼は画家としての志を変えず、歴史画や物語の背景ではない、純粋な風景画を確立しようとした。落選王などと揶揄されたルソーであったが、ボードレール、ジョルジュ・サンドのような文学者はルソーを擁護していた。2月革命を経て、サロンの旧体依然とした。 審査方法も変革され、ルソーは1849年のサロンでは金メダルを受賞し、正当派の画家として復活を果たした。晩年は画家としての名声も確立し、1855年のパリ万国博覧会では彼のために展示室一室が与えられた。1867年には万国博覧会の審査委員長に任命されている。同年、 バルビゾンで没した。ありがとうございます。